これは液体肥料、農薬を使用せず、魚とバクテリアが働く力、自然循環の仕組みで育てた葉わさびの成長記録です。魚の排泄物をバクテリアの働きで栄養に変えてもらい、それを液体肥料の代わりとして水耕栽培をしています。栽培期間は約1ヶ月程度、栽培環境は室温が約23度から24度くらい、水温が約19度から20度くらい、このような条件下での記録スライドショーでした。魚と野菜のアクアポニックス、楽しいですよ。